こんにちは、ケーナ奏者のレンです。今日は、ね、ケーナの話じゃないんですけれども、まあ、ここはケーナ工房なんですが、いろいろ機材を作ったりする場所でもあるんですけれども、今日はね、あのコンサートで使う、まあ、ちょっとした狭いところのコンサートでね使う照明器具を、作っていきたいと思います。なかなかこうコンパクトで収納がしやすくて、持ち運びやすくて、使い勝手のいい照明ってなかなか売ってないので、まあ、自分で作っちゃおうと、あるもので作っちゃおうっていう、そういうものですね。まあ、こういうライトレールっていうのをね、こう使って作ってみようと思います。じゃあ、作ってみます。よいしょ。まずはですね、このライトレールに、まあ、照明をくっつけていくんですけど、その土台ですね、まあ、こういう木で土台を作って、そこに、まあ、こういうね、こう、ちょうど音響を扱ってるとマイクスタンドって結構使うので、マイクスタンドが照明のスタンド兼用に、ね、なるように、そういうこういうのでこんな感じでつけていこうと思っています。まず作っていきます。まずはこの土台にここを固定するんですね。なのでネジで打ち付けていきます。結構しっかりめに打っていこうかなと思います。ということで穴を開けないといけないな。穴、まずは穴を開けていきます。こんぐらいかな。よいしょ。穴をちょっと広げよう。広げよう。よし。で、穴の面取りを。こんな感じで穴が開きました。よし。で、これをここに打ち付けていくんですけども、下の、ネジ、こんな感じのね、つけるんですよ。よし、こんな感じですね。で、あとこれがマイクスタンドにくっつけるやつで、これの固定は
れでいくか。こんな感じで押さえつけていこうかな。結構深くていいかな。念のためもうちょっと打っときます。よし、まあこんなもんかな。で、照明ってね、こう暗いところ、まあ、あまり目立ってほしくないので本当は色塗っちゃえばいいんですけど、めんどくさいのでこの黒いマジックテープじゃなくて黒い布テープで、はい、まあ下の部分は多少ね大丈夫かな。で、あとは端子をつけていきます。端子ね、一応ねケーブルは長い方が何かと便利なので、一応5メートルのケーブルを買ってきてます。それに挿していくんだよね。取り回しが効くように柔らかめのケーブルを使ってます。ちょっとね細いんですけど、まあ LED の 5W の電球4つか5つしかつけないので、まあ、とりあえずそれぐらいあれば太さ的には問題ないんですね。ケーブルも厚くならないし、よし、まあ、こんな感じですかね。うん。で、あとコンセント端子をつけて、うん、でコンセントとこれかな。あんまりね大きいホールだとこういうのは全然使えないんですけど、カフェとかの夕暮れ時から夜とかそういう時に演奏する場合はこういうのがかなり重宝して、まあ、場所も取らないしいいんですよね。まあ、こんな感じで 5W の LED を
入れて、スイッチオン。はい、こんな感じですね。結構ね、明るいんですよね。ライトの色をね、変えれば色々できると思うので、一応これで1個出来上がりです。とりあえず完成。あ、そうそうそう、スイッチがないとね、これ不便ですよね。スイッチね、こういうやつ、これをつけると結構便利になりますね。この辺かな。こんな感じで完成。というわけで、今日はコンサート用の照明を作ってみました。これね、結構便利で、照明を増やせば増やせるし、ね、いろいろ使えますね。というわけで、こんなの作りました。また。